今日のナイス川柳。ゴミ箱にホールインワンしないゴミ、お題ゴミ、アキソルさん。元凶はこの青空だ、大渋滞、お題腹落ち、まここしゃん。ゴミ減らす、イベント後に残るゴミ、お題ゴミ、テラリュウさん。地獄だと思えばこの世悪くない、お題腹落ち、ピカラさん。自画像の課題で裸体描いた友、お題表現の自由、アキソルさん。上に立つと腹立つ部下の言葉遣い、お題腹落ち、まここしゃん。面倒な客が来るからする掃除、お題腹落ち、コルクさん。おかわりは2杯まで誓う食事前、お題 KPI、 ローズ桜子さん。空気吸うより読む方に忙しい、お題脱マスク、カエルヤギさん。自由すぎ何のオブジェか理解不能、お題表現の自由、シャリベン太郎さん。憲法にかすかに匂うカレー臭、お題憲法、すっぽんさん。顔筋とメンタル鍛えて脱マスク、お題 KPI、 とも子1967。パパこの道バズってると、後部席、お題バズる、虫軍師さん。夫以外買い手のついた不用品、お題ゴミ、ゆうさん。道聞かれ歩き案内運動に、お題ウィンウィン、ハンカモノさん。かじられて元に戻らず痩せたすね、お題オワコン、ハンカモノさん。見てみたいスカイツリーに泳ぐ鯉、お題バズる、ケンさん。達成感味わうための低目標、お題 KPI、 梅田川太郎さん。今日もまたおねしょアートで対策が、お題表現の自由、アキソルさん。金を生むセミナー参加で金払う、お題セミナー、アキソルさん。イライラを掃除にぶつけピッカピカ、お題ウィンウィン、テラリュウさん。2回目のデートで行った会セミナー、お題セミナー、ごまめさん。年一度リセットするため一人旅、お題 KPI、 アキソルさん。3センチ胸だけ欲しいお年頃、お題KPI、 大野みなみさん。